先霊社製ヨハネといる聖家族はイタリアのマニエリスムキの巨匠パルミジャニーノが1528年頃に制作した絵画である。作品はパルマに移された1662年までローマのファルネーゼ宮ーにあった。パルマではパラッツォデルジャルディーノに、そして後にガレリア・ドゥカーレにかけられていた。1725年のガレリア・ドゥカーレでのデスクリツヨーネは 本作を展示されている作品中最高傑作のうちの1点と呼んだ。本作と残りのファルネーゼ家のコレクションは後にナポリに移され作品は数年間王宮に展示された後現在の所蔵元であるカポディモンテ美術館に移された。パルマ国立美術館とパラッツォコムラーレには本作の2点の初期の複製が残っている。 パルミジャニーノへの帰属はほとんど議論の余地はないが、制作年代はかなり議論されている。ローマでの画家の時代に制作されたとする研究者もいれば、ボローニャでの時代に制作されたとする研究者もいるが、フリードバーグによると作品は2度目のパルマ滞在期のものである。作品の技術と様式はおそらくボローニャでの時代にまで遡る。本作の鉱物の色彩は、 フレスコ画の制作に典型的であり、本作はまた、接着テンペラ、あるいはガッシュで制作されている。バザーリは、パルミジャニーノが、ボローニャで、ガッシュにより、主人ルカディレウティのために2点の作品を描いたことを、記している。ウィンザー城のロイヤルコレクション、パルマ国立美術館、大英博物館とアシュモレアム博物館には、本作の4点の準備素描が残っている。 本作は、パルミジャニーノの最も古典的、かつ、ラファエロ的な作品であり、ラファエロの、青い冠の聖母をよりどころとしており、エジプトへの逃避の場面を表している。エクスプロア・ザ・ロイヤル・コレクション・オンライン。www.rct.uk.2018 年10月21日閲覧。ドローイング。ブリティッシュ・ミュージアム。2018年10月21日。 閲覧、ありがとうございます。